さてさて、見せてもらおうじゃないか、救世主たちの活躍する姿を。ノル、ちょっと痛いけど我慢してね。What? What's the noise? ノルちゃん。まあ、ネプテューヌったらワンキルするなんてどれだけ鬼畜なの。違うって、ノルが弱すぎるんだってば。ノル、戦闘力なさすぎでしょ。あらら、足止めにもならなかったようだね。使えない人形だ。まあまあ、それにしてももう少し正体を隠してもよかったんじゃないかい。もう遊びは終わりだからな。君は大胆だね。私はすがすがしくて好きだが。あとは惑星のコアを奪うだけだ。あいつらに構っている暇はないのさ。それにあいつらが今気にしているのはフェアの安否だろうからな。なるほど、絶好の機会というわけだね。さすがはカドだ。では早速始めるとしよう。VVVTune。 You what? さあ、ノルをこっちに運ぶわよ。意外と重い。 Now is not the time to be talking about his weight, Blon. でも、あと少しであるぞ。せーの。重かった。ねえ、ノルちゃん、起きて。ちゃんと目を覚まして。そうだよ、あんなんでまさか死んじゃったりなんてしないよね。ノル、ねえノルってば。やった、目を覚ました。ここはクラウド、僕はどうして。あなたは禍々しいエネルギーで過度に操られていたんですわ。そこを私が食糧法的に助けてあげたみたいな。思い切りぶっ飛ばしてたけどね。そうですか、僕は皆さんにご迷惑を。ノルミ、ディアちゃんだわ。もうノルミったら何バカやってるの。どうしてちゃんと相談してくれなかったのよ。ノルちゃんはリアちゃんや私たちのために一人で頑張ってくれてたんだよ。そうだね、私たちをかばってくれてありがとう。ええ、おかげで私たちは今こうして無事にここにいられるんですもの。よかった、マウリさんとキリさんに相談して本当によかった。なるほど、それでマウリたちが。ほんと、フェアのことといい、いろいろと間一髪だったわね。ねえマウリ、そういえばあの時のクラウドの映像は一体どうしたの？それ、私も気になっていたのよ。フェア以外がカメラとかを操作できるとも思えないし。アーシェがクラウドの機械なんてわかるわけないっしょ。じゃあどうやって？実はね、初めてこのクラウドに来た時に、その、いやいや、やっぱマウリよろしく。もう自分がやったんだから素直に自慢しとけばいいのに。ね、初めてここに来た時にさ、こっそりカメラをつけさせてもらったっしょ。 In a complete betrayal of trust。なかなかに面倒だったけどね。へえ、ここがクラウドか。仮面がいっぱい。すごい、これ全部モニターなんだ。解像度高っ。
発色もいい。ここならバレずに設置できそう。オッケー。マウリ、キリ、あんまり変なところ触らないようにしてくださいね。ヘイヘイ。もうしない。マウリ、まだ。もうちょっと。よし、カメラ設置完了っと。さて、これでようやく話が進められます。こんな感じ? Again, it's betrayal of trust, but okay. やるな、貴様ら。なんだかスパイみたいなのだ。でも、なんで最初の時点でカメラなんて仕掛けようって思ったの?今思えば、仮想空間で出会ったフェアさんとクラウドで出会ったフェアさんは違いすぎたってわかる。でも、姿形もそっくりだったし、私たちなんてちっとも疑ってなかったわよ。っていうか、クラウドに来る前から疑ってなきゃできないよね。確かに。実際のところ、ミーポンの言う通りだよ。最初から疑ってたんだよね、あーしたちは。あのね、自分とマウリはみんなより後に召喚されたんだけど、デュプリケートだっけ、仮想空間、そこでフェアに聞いたんだ。そうそう、フェアリン自身は今囚われの身になってるってね。で、フェアリンを捕らえた角がフェアリンになりすましてるって。なるほど、そういうわけね。だったら最初に教えてよ。ごめんなさい。自分たちはなぜか惑星ブンブンに召喚されたでしょ。それでなんとかしてこの惑星に来たけど、確証がね、なかったんだ。どういうこと？アーシたちがブンブンからこっちに来るまで時間がまあかかっちゃったわけ。その間にどんな状況になってるか分かんなかった。ぶっちゃけみんなが角に言いくるめられてるって、そういうこともありえるじゃん。それで何も言わずに様子を見ていったと。 Alright, I can get behind that. そういうこと。それで様子を探ってたところに、ディアチからノルルの様子がおかしいって聞いたんだ。んで調べていって、さっきの映像が撮れたってわけ。マウリよ、お前意外と慎重なのだな。アーシのこと見直した？マウリさん、キリさん、本当にありがとうございます。礼なんていいっつーの。それより証拠がうまく抑えられてよかったわ。これもキリのおかげだよ。そんな、マウリがいてくれたからだよ。でもこれでひとまずは切り抜けたね。つうことでなんとかなったけど、みんな黙っててごめん。ごめんなさい。謝らないで。マウリたちのおかげでみんな無事なんだから。そうですわ、黙ってる必要があったんですもの。仕方ありませんわ。でもこれまでのことって全部角が仕組んだことなのよね。私たちは手のひらの上で転がされてたってことよね。そう考えたらすっごく腹が立ってきたぞ。見抜けなかったなんて私のアホ。みんな、悔しい気持ちはわかるけど気を取り直していこうよ。そうね、ギリギリのところで私たちは最悪の状況を回避できたわ。だから事態が好転したって喜ぶべきよ。そして早くフェアを探さないと。そうだよ、私たちの使命は角じゃなくてフェアに託された
しくて頑張り屋で、でもどこか危なっかしくて、なんだか放っておけない女神様にね。みんなでフェアを助け出そう。うん、くよくよしてる暇なんてないない。そうと決まればまずはフェアの居所を突き止めるところからね。ですが実際のところ手がかりはゼロですわ。あのどうしたの、ノル。前にカドが話してたのをちょっと聞いたんですが、どうやらゲミニオンに活動拠点があるみたいです。ゲミニオン？はい、ゲームが盛んな国です。 Sounds like a perfect place for the four goddesses。 ゲームが盛んな国？まあ、それはぜひとも行ってみたいですわ。観光に行くわけじゃないのよ。もちろん分かってますわ。フェアさんを助けるついでにちょっと見るだけですわ。ゲミニオンね。よし、みんなそこに行ってみよう。アーシュラもついてくよ。みんなこれからは近くでできるだけサポートすっから。自分も頑張るっす。おー、イモマジ。それじゃあ僕たちは今まで以上に配信で皆さんをサポートします。それは嬉しいけど、でも過度に騙されて始めたアシスタントでしょ。サポートする意味なんてもうないんじゃないの？そうだよ、無理に手伝わせたくないよ。違います、無理じゃないですし、意味なら十分にあります。確かに僕は今まで過度の言いなりでした。でも皆さんのお手伝いをしたいと思ったのは誰でもない僕の気持ちです。それに感動エネルギーが惑星存続のために必要なのは変わりません。視聴者も皆さんを信じています。だからこの先も配信させてほしいんです。カドなんて関係ない、皆さんはもう僕たちみんなの救世主なんです。ノルニー、貴様の助けがなくとも我は一人で救世主を務め上げるがな。でも仲間は多い方がいいわよね。それじゃあ手伝ってもらおうかな。改めてよろしくね、ノルちゃん。ありがとうございます。もうノルニー、泣いたりしたらみんな困っちゃうじゃない。よし、それじゃあ囚われのヒロインを助けに敵のアジトに乗り込もう。 I have lots of questions. One of the questions I actually have right now is I know she's DLC and she's probably going to be released in future and all that type of stuff over in the West as well, but it's like there's no mention at all of what happened to Kaseki Toa. None at all. It's just very odd. There's been nothing really. ニャンハロー。ホロライブ所属のエリートミコ、さくらみこです。好きなものはたい焼きと美少女ゲーム。毎日楽しく放送してるので遊びに来てね。将来の夢は憧れの先輩みたいに立派なエリートアイドルになることです。それじゃチャンネル登録よろしくね。バイバーイ。 Well, I wish you luck. 探索するよ。 Alright, yes, scenes. なんか広場が騒がしいね。もしかしてまた問題でも発生したのかしら。ノルちゃんとディアちゃんが住民のみんなに囲まれてるけど、雰囲気は悪くないみたいだよ。ノル、よくやったぞ。よっ、ファンの鏡。すごい称賛の嵐ですわ。一体何があったのかしら。じゃ、こっそり聞いちゃおうぜ。賛成。まあ盗み聞きは良くないわよ。そういうノワールもしっかり聞く体制みたいだけど、
そんなことないわよ。全然聞く気なんてないんだから。まあいいけど。じゃあノルたちや住民に気づかれないように聞きましょう。ノル、本当にお前には感謝しかねえよ。俺はてっきり救世主様の配信終わっちまうかと。自分もだ。それがまさか配信続投してくれるなんて、ノルが頑張ってくれたおかげだよ。みーちゃんの配信がなかったら寂しくて生きてけねえとこだったぜ。僕はネプテューヌちゃんだね。彼女が次に何をするのか毎回目が離せないんだ。あー、すげえわかりみ。気になってしょうがないよな。みんな本当ありがとな、ノル。すごい、みんなちゃんとノルニーの頑張り分かってくれてるんだ。みんなありがとう。でも僕は与えられるようなことはしてない。なぜなら僕はファン第一号なら、このくらい頑張って当たり前だ。大好きだからやって当然のことなんだ。俺も救世主様たちが好きだ。俺はマウリちゃん好き。ああ、もう全員比べらんねえくらい推しだよ。みんな、ならもっと彼女たちに声援。まだ知らない人に不評を頼むよ。目指せ惑星エモ全住民総ファンか。ちょっとノルニー、調子に乗らないの。やりすぎだったか、ごめんよディア。でも今のノルニー、アシスタントとしてはとってもかっこいいよ。だからもう見習いの肩書き外してもいいんじゃない？そうかな。みんなに認められてよかったわね、ノル。そうね、なんだか自分のことのように嬉しいわ。いつの間にか頼りがいのある下僕になりよって。か、角に脅されてたって知った時はまさかって思っちゃったけど、ノルルンは元からアイドルへの情熱をしっかり持ってくれてたんだよね。 Yeah, which is what makes it so heartbreaking. She abused that passion. そのおかげで配信続けられるんだもんね。よかったよね。ノルったら、つきものが取れたみたいな顔してるわね。今のノルがいてくれるなら、私たち本当にこの世界で一番になれるかもね。Yes, yes, yes, but I think we're on agreement here. What's going on with the underground shop, and where is the underground shop? The only thing I can think of in terms of location is that door over there. Like, that door over there has been taunting me, because it's got that yellow bar, which means there's something going on here. So what is it, Noel? Can I get that now? It's still closed there. Let's give you a talk. みんなのトップアイドルへの道も順調だ。お、ノルルンじゃん。何やってんの？マウリさん、キリさん、ちょっと見てください。これ、ファンからお二人へのプレゼントですよ。うっそ、マジで？こんなに届いてるの？すごい。ちょうど仕分けしてたところなんですよ。はい、これがマウリさん、こっちがキリさん。なにこれ、アクセ？うわ、めっちゃセンスいいじゃん。チェペース、Is that Chepes? これも、この小物も可愛い。足の好みを分かってるとはやるね。ねえねえ、キリの方はどんなのが入ってた？って、ちょっと待った。何するのマウリ、返してよ。横取りするつもりはないけど、これはキリ、あんたには渡せないかな。でもそれ、自分がもらったものだもん。
返してってば。ダメだって。これはいいね、マウリ。王子のクラウンと姫のティアラだなんて、さすが私のファンはよくわかっている。ああ、変わっちゃったよ。マウリ、せっかくのプレゼントだ。一緒に身につけないかい？いや、つけねえっての。てか、ちょっと顔近いから。そんなこと言わずに、姫、私のティアラをどうか受け取ってくれ。くっ、よくもそんな恥ずかしいセリフをポンポンと。マウリはテレ屋さんだな。そこが可愛いところではあるけれどね。もう、キリのバカ。ごめんごめん、悪かったって。だからそんなに暴れないで。そこだ。 Now。 はあ、よかった。早めにクラウン取り上げることができて。たく、キリが変身するの知ってて面白がって送ってくるんだから。もうノルル、このクラウンとティアラちょっとの間でいいから預かっといて。思いませんけど、いいんですか？今の見たっしょ？あれが続いたらこっちの体が持たねえの。はあ、疲れた。あれ、マウリ、今なんかあった？いや、なんも。そう？あれ、プレゼント一つ開けたような気がしたんだけど。体が痛い。You did go through quite the transformation. It's still closed. It's like, what is it? Why is it? I don't know, but let's see about heading off to the new area though, the one based around games. So, back to the cloud. こんにちは。電子妖精第三世代モデルスタンダードの流れる青です。タイプは支援型で、属性は水です。よろしくお願いします。Something odd about the eyes with that one, to be honest. So it's just the... Where are you looking? What? What's off to the side? What am... It's not so much that... It's that sense of like, wait, what are you seeing that I'm not seeing? Why do you keep looking off to the side? What's there? Oh, let's head to the login gate.ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録お願いします。今後も応援していただければ嬉しいです。それでは、また。It was short and sweet, wasn't it? So it's the place we saw in the background.ここがゲミニオン。どっかで見たような場所だね。なんか落ち着く。いや、敵の本拠地ど真ん中だっつーの。そう考えると普通の街に見えるのが逆に怖いわね。でもビビってらんないよ。だってレアちゃんはもっと怖い思いしてるはずだもん。油断すんなって言ってんの。特にミー、あんたはちょっと盲信なんだから。ユーの言う通りよ。どこかにフェアがいるなら角もきっといるはずだからね。そっか、気をつける。にしてもネプテーヌさんが珍しく静かね。ゲームって飛びつきそうだよね。心外だな。私だって今がどれだけシリアス展開なのか分かってるんだから。でもあのゲームとかネプテューヌ好きそう。どれどれ。欲望に素直だな。ゲームしたいの我慢してるんだね。この町は体に毒だよ。では早くフェアさんを助けてみんなでゲームをすればいいんですわ。そうだね。それなら心置きなくできるね。
ゲームの国なのにテールが冷静だ。私はそんなに節操なしではありませんわよ。時と場合くらいちゃんと考えてますわ。その割にはさっきからチラチラとデモプレイ映像を見てるみたいだけど。さあみんな先を急ぎますわよ。もしかして一番ソワソワしてるのベールさんなんじゃ。ミッションスタート。ミッションスタート。バランスが落ちてしまいますよ。少し何が出るかな。入れませんか。なんかまだ入ってる。Oh, I can't make that bit bigger. I was trying to make the live bit that just came up bigger then. It was like, not going bigger. Ooh, little boxes. Aussie, mate. Oh, now you appear. Jeez. Die, Boxy, die. I need your loot. This place is looking very interesting. It's that sense of like, it's combined all sorts of game, isn't it?What is this? What is this? What is this I'm seeing there? Nepgadam! I see a Nepgadam. No, go back! No, no, no! I was watching the Nepgadam! No! No, go to the Nepgadam! I want to see what that was about! Looking out for more Nepgadam stuff now. Very much was thinking like, I might do some leveling up soon, but it's like, genuinely having this feeling like, I don't know if I need to really. I'm still destroying things even though they're like roughly at my level now. That is something I've really enjoyed about this game though, is that sort of like, it's almost like more, I'd still say you can sort of play it the way you want, but it's more, the way I've played it, it's prep, prepare for the battles ahead of time, instead of in battle, which is, I like doing that, that's how my mind works. Where are you? Yup. Box over there.And a switch, I see a switch. Like the hardest thing is to kill are these boxes. Where's more Nepgadam stuff? I want to see more about that side-scrolling little mini-game we saw. Is it just stuff from the credits that we've seen in previous Neptunias, or something else?There's a doggo! It's been so long since I've seen a doggo! Last time I saw a doggo, it was in my bedroom. That's a fact, by the way. I have a plushy doggo, if you didn't know. Ow. That was a very high-pitched noise.Just that, like, really, like, squeal noise, then. Oh, that interrupts. I do apologize. It was not my intent. But yeah, I like that it's combining different gaming elements together here. Like, you've got the, like, console gaming and all that type of stuff.At the same time, you've got like older type of games like Glitch and Doggos. Looks a bit like the gacha games and maybe pachinkos around and stuff like that. It's that type of stuff. Oh, there's the scene. Get the box then.
came through that quite well. No idea which way I'm going here, and if even if this is the right way. No! I don't know why I'm still doing that. I survived. So, well, I respawned. Ooh. That audio quality was a bit off there. That was hurting my ears. It was like, ow! There! I don't want to get too close, because it'll spark something. Is that just the games from the credits we've seen previously? Oh, is that Big Nipsey? I think I saw Big Nipsey there. There's Histy. There, like kicking Nipgidam. I think it was. Right, so where are we going? What are we doing? There's a box over there I didn't get. The box up there I didn't get. Let's go get the one down here first. No! This was a switch I didn't get. Oh, the switch is over there, okay. Yes, I see. Let's go get that box there. Where am I? There I am. Maybe, gotta be up there. Box! I'm trying to remember what maintenance areas I've not been to yet, because I've probably got to go off and explore them, because I could find some juicy stuff there, for all I know. That's the wrong button. That's what I want for the map. Yoing! Yoing! Again though, it's like, not had an issue with the frequency of Nep's voice throughout this. It's like, I wonder if there was an issue previously. That only affected like a few people, like me. I mean, yeah. として知っているだけだ。急にキャラ作りを思い出したわね。キャラ作りではない。我がたしなむゲームはチェスか人類の戦争よ。あとヤムホンは魔導書と視界文書だし。でもバイスちゃん、たくさんの文字があるとすぐ寝ちゃうじゃない。ああ、それを言うなと。あれほどたちの世界のゲームにも似てるのか。もしかしたらゲーム業界と私たちの世界自体が似てるのかもね。ちょ、みんな静かに。なんかやばい感じっしょ。あ、アンチがいっぱいいる。こんなの相手にしてられないわ。やり過ごしましょう。みんな、シータよ。あなたが一番心配だわ。どうやら行ったみたいね。あっぶねー。さすがにあの数はきついわ。さすがはオワンダルの活動拠点といったところですわね。でもこれだけアンチがいてもコンテンツはオワコン化に向かってはいないみたいね。そういえばそうね。
どういうことだ？アンチが多ければそれだけオワコン化が進むはずではないのか？敵の拠点が近いからかもしれませんわね。自分たちのいる場所までダメにしちゃったらいる場所がなくなっちゃうものね。どうしたのよ、ミー。なんかね、ちょっと違うなって。だから何が違うの？うまく言えないよ。でもね、この国は今までと違う気がするの。そんな説明じゃわからないわよ。うむ、説明とはもっと論理立ててするべきなのだ。ヴァイスちゃんがそれを言う？だけどミーのそういう直感って割と侮れないのよね。とにかくここの親玉に会えばはっきりするんじゃない？うん、そうだね。わからないなら考えない、考えないならとにかく行動してみよう。あれでいいの？あなたの相方は。いつものことだから。I like how they're relating that sort of thing of like, I have to put up with Nep and I have to put up with me. Like, what? Again, that's such weird sentences. Again, leveling up still though. Like, I say. Is that the start?Looks like it, doesn't it? Just amazing. I saw that on screen. Box over there.Horse mask. God, that's a throwback at this point. Right. Seeing as we've unlocked this area now and I can travel freely backwards and forwards as a result, we're actually going to end this part here. The next part, I probably would have been away and gone to some of the maintenance areas in the previous areas. So, see you in the next part. Ta-da for now.